Let's go。 ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんばんは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストをお迎えしてテレビでぶっちゃけた話はもちろん、テレビでは話しきれなかったことをぶっちゃけていただきます。今週のゲストは声優の野沢雅子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは田舎っぺ大将、ど根性ガエル、銀河鉄道39、ゲゲゲの鬼太郎、ドラゴンボール、ワンピースなどなど、数々のアニメの名作に出演されている野沢雅子さんとぶっちゃけ。ちょっとですね、オープニングからお願いがあるんですけれども、はい、あの悟空の声で、はい、ぶっちゃけをお願いしたいんですが。あ、そうですか、わかりました。いいですか、はい、いいですよ。それでは今日は孫悟空さんとぶっちゃけ。うわー、嬉しい。それでは早速参りましょう。声優野沢雅子さんのぶっちゃけ。アニメのキャラクターを演じるとき、Let's go。役作りを一切しません。ねえ、これテレビ版のジョブチューンの方でもおっしゃっていて驚いたんですけれども、はいはあ、現場に行ってあの 見るじゃないですか、絵を、それで自分が座ってて自分の出番が来るなと思った時、スーッと立ってってマイクの前に行くまでに私スーッとその役に入っちゃって、こう第一声出たのが OK になってんですよ、全部が。ドラゴンボールの時は全部前に送ってくださったんですよ、本を。それはそうでしょうね、うん、だからそれを皆さんだったら読んでいくんですよね。でゲストで来る方は読んでいくんですよ、でスタジオ行った時にもう言おうとするとプロデューサーがバーッとスタジオ入ってきて、やめてください、野沢の前でそれ言わないで。私はどうして読んでいかないかっていうと、悟空になりきっていきたいのね、もう最初に読んじゃうと今週はどんなのが出て悪いやつが出てくるかって分かっちゃってるじゃないですか、戦い方も分かっちゃってるじゃないですか、それは嫌なんですよ、悟空と一緒の気持ちでやりたいから、もうハラハラしてドキドキしながら見てるんですよ。どんなやつが来るのかなと思って、こいつかーってなって、もう私はムワーってなってグワって入ってくるんですよ、大体もうそうなんです。で終わってからは見るんですよ、原作を。あ、終わってから、ね、見るとね面白いんですよ。どういう気持ちになるんですか。やっぱりその通りじゃないじゃないですか、うん、ちょっと膨らますじゃないですか。あ、なるほど、こういうとここうやってやっぱりテレビになると膨らますんだっていうのが分かって、うわ、絶対前は見たことないです。じゃあもう悟空と一緒に戦ってたわけですね、野沢さんも。そうです、そうです。へえ、でもそれだけ感情移入しちゃうと、うん、普段の生活でも悟空が出てきたりとかしますか。出ますよ、うん、あのついね悟空でやってるつもりはないんですけど、私運転大好きなんですよ。運転してて信号が赤になるじゃないですか、止まってて青になっても行かないと、たまにいますね、何もたまたしてんなよなぁ、この中で個室ですからね、車の中、思いっきり言っちゃいますよ私。うわ、テレビの方のジョブチューンでおっしゃってましたけれども、はい、美人の役が来ないっていうことですごく不満だと。そうなんですよ、たまにはやってみたいんですよ、私も。私とかってね、あら、あなたのことなんて。でも声が悪いからそんな風にはダメなんですよ、来ないんです絶対に。あ、どちらかというとやっぱりそういう少年とかの声が来るんですね。そう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 、少年。でもワンピースの、はい、あのドクタークレハって、クレハさんね、クレハさん女性ですよ。クレハさんってそんなに、はい、美人じゃないですか。美人というよりちょっとこわもてですよね、まあ、怖いですけど、ね、でも魅力あるでしょう、大好きなんですよ。癖がありますよね。そう、私はね133歳だよ、すぐに若さの秘訣かい、すぐに言うんですよ、はあ、本物だ。そう言うともう主役から全員出てきてマイクの前で聞いてねえしって言うから、どうしてそんなみんなで言うのって言ったら、マコさんにそんなこと普段言えないからそうか、思いっきり言われるんですよ。結構もう声優界では大ベテラン、一番上って感じなんですよね。そう
ですよね、うん、最初一番最初からやってるから。うーん、今声優さんってすごく人気のお仕事だと思うんですが、今声優さんを目指されてる方がもしかしたらこのラジオを聞いてるかもしれないので、うんうんうん、その方々に向けて何かメッセージがあればお願いします。うん、私ね今のねあの新人の人に足りないっていうのかな、足りないって言ってもちょっと語弊があるかもしれないんだけど、ウォッチングが少ないと思うんですよ。ウォッチング、うん、あの役者ってやっぱり自分じゃない役をやるわけじゃないですか、と例えば電車で乗ったらいろんな役いますよね、キャラクターの人が、それを何気にこうやって見てて自分の役者の引き出しをいっぱい作ってそこへしまっていかないと、それでそういう役が来た時に、ああの時のあの人とこの人をミックスして出してみようっていうと役作りができるわけですよね。うん、私いつでもあのそういうなんてスタートラインにいるような人に言うのは、もう何年経てばできるっていうふうに思っちゃダメよ。もう列車に乗ったら終着駅ないんですよ、役者の役者号っていうのは、走り続けなきゃならないから、うん、頑張って走り続けて、じゃあ最後に悟空で、はい、ぜひメッセージをお願いします。おめえら声優目指してんだったら頑張れよな、オラが応援すぞ。ありがとうございました。本日のゲストは声優の野沢雅子さんでした。エンディングの時間となりました。ここでジョブチューン情報です。今夜8時20分から TBS テレビでジョブチューン警察スペシャルをお送りします。凶悪犯罪を担当する捜査一課や窃盗犯を取り締まる捜査三課、サットの隊員や白バイ隊員、公安まで様々な元警察官が登場します。警察の禁断の秘密をぶっちゃけます。さらに TBS で放送中の人気ドラマ S 最後の警官から吹石和恵さんと高嶋政宏さんも出演。刑事ドラマによくあるシーンの嘘本当も明らかになります。どうぞお楽しみに。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ